どうしたんだ、神山。何かあったのかよ。いや、何もないけど、初穂がどうしているかと思ってね。ま、いいや。私もそっち行こうかと思ってたんだ。俺に用が？もしかして。デートのお誘いかい？光栄だな。な、ちげえよ。そんなわけあるかよ。初穂？いや、なんていうか、そのどうしたんだろう。なんだかいつもの初穂らしくないぞ。なあ神山、おめえ明日暇か？よかったらさ、一緒に付き合ってほしいところがあんだけど、どうかな？一緒に？それは。いいよ、付き合うよ。本当か？おっしゃー、やったぜ。喜びすぎじゃないか？わりわり、嬉しくてついな。じゃあさ、明日は帝都中央駅の駅前広場で待ち合わせな。いいか？ああ、わかった。帝都中央駅の駅前広場だな。どこに行くつもりなんだ？それは明日のお楽しみってやつだ。それじゃ、神山、明日に備えてさっさと寝ろよ。おやすみ。ああ、おやすみ、初穂。